はいどうも、フラタンです。じゃあ本日は一部のマニアしか使っていない超マニアックアクセサリーということで紹介していきたいと思います。ドラゴンクエスト10いっぱいアクセサリーあると思うんですけども、基本的にみんながつけているものっていうのは、まあ万人受けというか普通に強いものなんですね。ところが一部のアクセサリーではめちゃめちゃマニアックな人しかつけないような、そういった効果が付く、そういったアクセサリーいっぱいあるんで、今回はそちらを紹介していきたいと思います。というわけでね、早速やっていきましょう。 それではまずはこちら、力の指輪。こちらなんですが、バージョン2ぐらいの時にめちゃめちゃ流行りましたね。まあというのも結構マニアックなもので、今だとね、つけてる人っていうのはもうガチで皆無で、まあ正直言うと、その、 こちらの今出ている武人将軍の指輪の完全介護官なんでなので今では力の指輪ってつけてる人はいないんですけどもまあ昔何の目的でこちらをつけていたかっていうと HP を伸ばすためにつけていましたまあというのもバージョン1とかバージョン2の頃って HP が高い人イコールなんかすげえやり込んでるようなというかみんな基本的には HP を伸ばすためにアクセサリーを作ったりとかそういったこと多かったんですねでこちらの指輪なんですけども攻撃力の合成効果が最大で3つくのは 確かにそうなんですがところがこちら合成効果で最大 HP がプラス2がつくんですねそれを3つつけることによって指のアクセサリーで HP を6も増やせるっていうそういった神なアクセサリーでしたまあところがね もう力の指輪、なぜか HP がつかん。なので、完成している人は本当にごくごくごくわずかで、自分なんかもうめちゃめちゃ毎日のように頑張ってたけど、結局最大 HP1 が2つとかで、あとは2が1個ぐらいはついてたかな。確かそんな感じなもんで、HP が、まあ、だいたい最大で4ぐらいだったかな、確か。それぐらいしか伸びなかったんですが、その後出たのが、 こちら限界投時の指輪とかこの辺が出てきたんでまあお役御めになってきたわけなんですけどもまあ本当にねバージョン2の頃はひたすらボストロールを飼っていたりとかその他にもいろいろ入手手段はあったと思うんですが自分はボストロールしかやっていなかったんでまあボストロールはね自分にとって結構馴染み深いというか思い出深いモンスターとなっております。 今ではね、HP 高が頑張って指アクセサリーで6伸ばしたとて、何やってんだお前となってしまいますから、まあ、今ではね、力の指輪完全にもうゴミになりました。はい、というわけでこちら、力の指輪でした。 それでは続いてこちら、インジ者のベルトということで、これなんですが、まあこれまだバージョン1の時に流行りましたね。バージョン2の頃というのは、なんかこう、上位互換にハイドラベルトっていうのが出てきて、これをつけてるやつっていうのは、マジで逆にね、このインジ者のベルトをつけてる人っていうのは、貧乏人と言われていました。まあ、っていうのが、 ハイドラベルトの完全介護感というか、まあ、効果的に比べると、インジ者のベルトってマジでしょうもなかったんですね。なので、インジ者のベルトに貧困という言葉をかけて、忍者のベルトっていう、そういう呼ばれ方というか皮肉も言われるようになったりとか、まあ、とにかくこちらのインジ者のベルト、結構ね、昔は流行っていました。貴重な腰アクセサリーだったんで、 正直ハイドラベルトがが出るる前といいうののはこれぐらいしかつけるものがなかけもなったんですね。合成効果では不意をつく確率がプラス1%とかついたりとかその他には HP がプラス2がついたりとかさっきの力の指輪でも言ったんですが HP がつくっていうのはめちゃめちゃ当時はありがたかったことですから、まあ、なのでそういった HP の需要のためにこちらのインジ者のベルトっていうのを頑張って作った人はいるんですけども。 すぐにね、ハイドラベルトが出たことによって、マジでゴミアクセサリーになってしまった。まあ、ていうか、バージョン1じゃなくて、確か出たのがバージョン2だったんで、ガチでなんか速攻潰されたアクセサリーというか、そんな感じだった覚えがありますね。まあ、今でも使おうと思えば、不意をつく確率を最大限に高める方法として、まあ、ありっちゃありなんですけども、まあ、ただ、正直わざわざ腰アクセサリーを潰してまでつけるものなのかと言われれば、ちょっと微妙な気もするんで、こちらはね、 ガチで今つけてる人はマニアックだし、当時しかもパンドラチェストからのレアドロップだったんで、作るのもめっちゃ大変だったんですね。まあ、なので当時これを作った人もマジでマニアック。ということでこちら、忍者のベルト。今ではね、つけてる人、マジで誰がいいんだっていう、そんな感じのベルトっすね。 それでは続いてこちら、黒のアイパッチということで、これもバージョン2でめちゃめちゃ流行りましたね。自分も頑張ってね、作ったんですが、結局ね、最後まで作り切ることはできず。まあ、で、これ何が強いかっていうと、 当時って顔アクセサリーといえば、まぁ、あ、ぐるぐるメガネとかそういう体勢系が多かったわけですよ。で、体勢が必要ない敵に対してはそういったアクセサリーって全部いらないものだったんですね。そういうことで採用されたっていうか見つけられたのがこの黒のアイパッチ。これなんですけども、まず基礎効果としてはこんな感じで守備力プラス2とおしゃれプラス2。それだけなんですけども合成効果で最大 HP がプラス2がつくんですよ。で、あとはもう一個の効果として、回戦時に2%で倍死音。 っていうまあちょっとしょうもない効果ではあるんでなのでつける効果としては最大 HP プラスに一択みたいな感じでしたね。 まあ、さっきからね、何回も言ってる通り、当時って HP が上がるのってすっげー良かったんですよ。で、今と違って HP が高々6上がったところで、なんかまあ微妙な感じというか、まああれなんですけど、当時って自分たちの最大 HP が400とか、まあ言っても本当にパラディンで500とか、まあなのでみんな平均350とか400ぐらいの時に HP6 上がるって、まあなかなかすごかったわけですよ。今で言うところの HP が10、あ、20ぐらいか。20 ぐらい上がるようなのでみんな頑張って HP を高めるためにこういったアクセサリーを作っていたわけなんですけども、まあ、これの親戚みたいなもんでこの白のアイパッチっていうのもある。 これなんかは回線時にリホイミがたまに発動するっていう、そういう効果なんですが、まあ、黒のアイパッチに関しては回線時にバイシオンっていうね、まあ、バイシオンかリホイミということでなっていたんですが、ただ入手のド的にも黒のアイパッチの方がまあいいんじゃねということで、なのでみんな黒のアイパッチを頑張って作っていました。バージョン2から遊んでいた人はこのモンスター覚えてる人多いんじゃないでしょうか 暁将軍と呼ばれるこちらのモンスターなんですが、こいつの天性モンスターが黒のアイパッチを落とすんですよ。なので、昔みんな、こちらのモンスター、ひたすら分散狩りでね、ひたすら天性狙いでこいつを狩りまぐるっていう、そんな感じの思い出がめちゃめちゃ俺の中に根強く残っている。 今ではね顔アクセサリーなんてもう普通にこのマーシャルピアスとかでその他にもめちゃめちゃ汎用性の高いこちらの魔剣の仮面とか何ならまあ他にもいろいろあるっていう、まあ、なので今では HP が高々6上がる黒のアイパッチっていうのは全く使われなくなってしまったんですが当時バージョン2とかそれぐらいではかなり流行っていたそういった神アクセサリーでしたそれでは続いてこちらモノクル これなんですけどもまあ今でもつけてる人はいるっちゃいるかなっていうまあただ本当にごく一部のマニアックな人たちっていうのがつけてるだけでこれがテンプレ入りというかこれを作らなきゃいけないってなった時は一、まあ、回もないですね自分なんか魔法なんてあんまりやんないんで作ってないんですけどもじゃあこれ何が強いかっていうと単純に 呪文暴走率が上がったりとか、あとは攻撃魔力を上げることはできるんですが、まあそれだと別のアクセサリーでいいということなんで、なので基本的には呪文暴走率をそのまま上げる、そういう目的でこちらのモノクルというのを使われます。まあ例えば魔法使いなんか、昔ね、やっぱ。 若干器用さが足んなくて、で、それで超暴走魔法人を敷いたとしても、暴走が確定にならなかったりとか、そういったことがあったわけなんで、ま、こういったモノクロとかで若干その辺を補正しつつとか、で、その他にもいろいろと、例えば旅芸人のバギクロスをどうにかして暴走させたりとか、そういうちょっと、マジで、人よりちょっと考え方が変わっている人がやったりとか、で、その他にもま、いろいろ使われ方はあったんですけども、ま、あこちらは相当マニアックなアクセサリーですね。 こちらのね、アモデウス。まあ、俗に言うアゴデウスと呼ばれている、この顎が伸びきった、まあ、ドラゴンクエストセブンに出てくるキーファっぽいね、まあ、なんかオルゴデミーラっぽい見た目の、こういったモンスターがいるんですが、こいつも天性モンスターだったから、こいつから盗むことができるんですけども、ま、あ自分も何回かは確かにやりに行ったことはあるけど、結局ある程度作っても一回も使うことってなかったんで、いや、ガチでね、もう本当に、 マジでマニアックだと思いますね。まあ、というわけでこちらモノクルでしたそれでは続いてこちら王女の愛これなんですがまあもう本当にマニアック中のマニアックみたいなそういうアクセサリーですね。役立ちで作ってる人ほとんどいないと思うんですよていうのがこれを作る条件としましては竜の鱗の破片が300個それが必要なんですね。 通常アクセサリー1個作るのって破片が10個じゃないですかところがなんとその30倍のなんと300個ですね300個集めてようやく王女の愛1個になるっていうひたすらねドラゴンを倒しまくってそれで欠片を集めたりとかする必要があるんですけども昔計算したんですよじゃあこれね作るのにどれぐらいかかるんだって最低でも6000万ぐらいかかるっていうことが判明しましてでこれをじゃあ作るとどういう効果があるかっていうと これ自体、このアクセサリー自体には何にも効果ないんですよ。合成効果がなかなか重要ということで、で合成効果が3つありまして、まず1つ目が、天性モンスターの出現率アップ。それがま、1.1倍ですね。全部効果1.1倍なんですけど、もう1つがメタル系モンスター出現率1.1倍。さらにもう1個、レアドロップ率1.1倍。この3つなんですね。 で、それぞれつく確率が3分の1になってんのかなまあ、なので結局欲しい効果を3つつけたいわけなんで、そうなってくると、まあ、相当やばいですよね。だって仮にレアドロップ1.1倍を3つつけよう。そうなった時に、まず3分の1から抽選されて、じゃあレアドロップつきました。じゃあもう1回1 3分の1抽選しますってやっていくと、 まあ全部こう3分の1なわけですね。まあ、なのでそう考えても、まあそうですね、少なくともまあ6とか7とか8個ぐらい、それぐらいやんないとやっぱ欲しい効果つけられないんで、で3分の1でつくからって言って、じゃあ9回構成したら全部欲しい効果つくかって言われるとまあそうではなくて、 そもそもストレートで全部欲しい効果を、じゃあ、1、2、3の5、バンバンバーンってつけようとすると3、3×3×3 で1 27分の1なんですね。ストレートだと1 27分の1。かといっても、いろいろこう合成しまくっても、もう9個とか10個とか、それぐらい合成しないと作れないんじゃないかっていうことで考えると、マジで6000万とか7000万、なんなら1億ゴールドぐらいこれを作るのにかかってきて、 ま、果たしてそれを作るね、この王女の愛を作るメリットはあるのかと考えてしまうとちょっと微妙なところではある。ちなみに小ネタとしてこの王女の愛、基本ステータスがおしゃれさプラス1と重さプラス1があります。これなんですが、ちょっとした小ネタが隠れていて、これ他のアクセサリーって重さってついてないんですよ。ところがこのなぜか王女の愛だけ重さがプラス1ついてるんですね。 まあこれが何を意味するかっていうとこれドラゴンクエスト1で登場した姫様が持っていたそれなんですよ。ということはこの重さプラス1というのはその王女の愛が込められたということはその愛が重さとしてこう反映されているというか重たい愛つまりメンヘラ王女ということではいこちら王女の愛でしたぜひとも、ね、作ってみてください。 それでは続いてこちら、神秘のカードということで、これなんですけども、まあ今ではつけてる人ってほとんどいないんじゃないかなって思うぐらい、まあかなり介護感なんですよね。 まあただサブキャラとかそういう人たちは一部つけてる人はいるみたいなんですけどもまあただねこれの上位互換のアクセサリーがあると知ってしまったらこれを作る意味というかその労力はかけたくないそう思ってしまいますこの神秘のカードなんですがどういった効果がつくかっていうとまあ何かしらの効果ていうか HP とか攻撃力とかそれが4つくんですよだから444で埋め尽くせば合計12みたいな、まあ、そんな感じですね ところが、まあ、そんなアクセサリーじゃなくても、不思議な的をやって、このレプリカード、この不思議なカードですね、そのレプリを作成すれば、このような感じで、合成効果1個で HP が25増えたりとか、あとは攻撃力も15伸びたりとか、素早さも25みたいな感じで、とてつもない上昇率なんですよ。それを考えてしまうと、 こちらの神秘のカードというのは果たして作る意味があるのかしかもこれ初心者にはまあ結構いろいろ難易度が高いというか作るのがめんどくさくてカジノで交換するか何かしらのアクセサリーの破片を交換するかみたいな感じなんで アクセサリーの破片を交換するにしたって、他のアクセサリーができてないんで、もうこの神秘のカードにやる必要はあるのかって思いますし、その他にもカジノって結構お金も時間もかかるんで、まあ、なのでまそこでわざわざやる必要はあるのかって考えると、やっぱこの神秘のカードというのは、マジで今では相当マニアックな。正直作るメリットが何一つないんで、マニアックも何もないんですけども、まあこちら一応紹介させていただきました。 それでは続いてこちら、金の指輪。金の指輪なんですが、これがですね、じゃあなんでマニアックなのだと。これ全然つけてる人見ないと思うんですけども、バージョン3とかバージョン4ぐらいの時は割とつけてる人いたんですよね。というのが、なんでこれ、じゃあつけてる人がいたかっていうと、重さを上げることができるんですよ。 というのが、これ合成効果で重さプラス1がつくんですね。それを3つつければ重さが3増えるんですよ。今って3増やしたところで本当にまあ誤差というか、なんか微妙な感じなんですけど、昔ってそもそもそのボスが結構シビアな重さに設定されていて、まあ、割とこうアクセサリーとかがっちり完成させないとおない敵とか多かったんですね。その中で金の指輪というのは重さを3も上げることができたんで、一部のパラディンガチ勢はこの金の指輪をつけていた。 まただしいろいろデメリットもあって耐性の指輪とかと違って何にも効果ついてないんで重さを上げるだけっていうそういうデメリットもあったしでその他にもいろいろ力の指輪とかその辺もあったわけですよ HP 伸ばせるとかでその他にもね武人将軍の指輪とか外さないといけないとかいろいろあったんですがそれでもね重さを取りたいそういうガチ勢パラディンがいてこの金の指輪をつけてる人っていうのは一部いた。 まあ今では本当に完全に介護官になってしまって、何の介護官になったかっていうと、こちらの断罪の指輪ですね。これに関して、重さが確か最大で4だったかな。それつくんですよ。 まあ攻撃力がプラス4ついてるんでまあ重さも4つくでしょう。まあそんな感じでですね、まあ今では完全に介護官になってしまった金の指輪なんですが、この断罪の指輪がない前、なんなら断罪の指輪を作りたくないめんどくさいっていう人は今、今でも金の指輪をつける可能性はあるんですが、まあただね、今ではまあパラディンであっても金の指輪なんかつけてる人なんて、まあ本当に見ないですね。 これつけるぐらいなら攻撃力伸ばしたりとか、で、その他にもまあ色々いろいろと有用なアクセサリーって増えたんで、まあ、わざわざ金の指輪を選択する人はいなくなりました。というわけでこちら、金の指輪、ガチでマニアックな指輪でした。 それでは続いてこちら金のネックレスということで自分いまだに現物持っていなかったんですがこちらの金のネックレスなんですがじゃあ何が強いというか何がマニアックなのかっていうとこれもさっきの金の指輪と同様に重さが上がるんですよしかもこれに関しては HP もプラス3されてしかも金の指輪と違って重さがプラス1ではなくて最大で合成効果で重さ2がつくんで重さを3つつけるとなんと重さが6も増えたんですね 6も増えて金の指輪でプラス3ということは、この2つをつけると重さが9も増えるわけですよ。まあそういうことで結構一部のガチでですね、そういう方々はつけていたんですけども、まあ首アクセサリーに関してはね、よりデメリットが大きいというか、この首アクセサリーということは、当時めちゃめちゃ強かったこちらの金のロザリオ、これを外してまでもつける必要があったりとか、 その介護官の銀のロザリオとかそういったものが強かったんでそれを外してまで重さを上げる必要があったのかっていうことで考えると正直微妙なところではあったんですけどもただそうでもしないと重さが足りなかったような敵もいたわけなんでそういう敵に限り金のネックレスをつけたりとかそういうことはありましたねまあ一部のねガチデーのパラディンの装備とか昔見てみるとね金の指輪とか金のネックレスとかなんかやたらと光り物をたくさんつけてですね それを見ると、あこいつはなんかわかってんな、みたいな、そんな感じで、か周りからね、ちょっと一目置かれるような、そんな感じになりましたね。 まあ今ではね、別に重さなんて、さっきも言ったように、正直、ほんのちょっと上げたとしても、本当に誤差だし、今って鎧がかなり重くなりまして、それで別に、そもそもパラディンの席っていうのがあんまりなくてですね、なので今ではね、つけてる人なんてほとんど見ない、そんなアクセサリーになってしまいました。というわけで、こちら、金のネックレスでした。 それでは続いてこちら、ファントムマスクということで、これなんですけども、じゃあ何が強いのかっていうと、これオシャレさがめっちゃ上がるんですよ。なので、オシャレさを上げる目的でつける人が今でも中にはいる。というのが、これ合成効果でオシャレが最大で4つくんですね。という方は、ここから12伸ばせるわけですよ。ということは、このファントムマスクをつけているだけでオシャレさが32も伸びるということになります。 まあ、例えば今でもね、スーパースターがつけていたりとか、あとはふわふわダンスの効果を高めるために、モーモンにつけていたりとか、その他にも踊る宝石なんかは、おしゃれさが結構大事だったりするんで、その辺でつけたりとか、まあ結構いろいろと、まあ、つけてる人はいるんだけど、まあそんなことをしなくても他のアクセサリーつけた方がよくねっていう、まあそういうツッコミは置いといて、まあ今ではね、そんな感じかもしれないけど、ただ、バージョン2とかバージョン3ぐらいの時は、ハッスルダンスの回復量を伸ばすために、 これをつけてる人が結構いた自分もこれつけていたんですけども旅芸人のハッスルダンスって回復魔力プラスおしゃれさなんですねその合計値でいろいろとこうあるわけですよで最大1000なんですが、まあ、昔って今ではね簡単にその合計が1000まで届くんですがところが昔はそうではなかったということなんでハッスルダンスで回復量200を目指すためにみんな頑張って こちらのファントムマスクををけたたりしておしてててさを頑張っっ上げしてる人は多かったですねまあ、自分はね、頑張って頑張って回復量、ようやく180ぐらいまでは乗ったんですけども、まあ、ただね、無理だった、200は。当時は旅芸人愛好家みたいな、そういうルームに入っていたりして、頑張ってやっていたんですけどもね、まあ、非常に残念。まあ、というわけでこちら、ファントムマスク、かなりね、思い出深い、自分にとってはそういうアクセサリーです。 はい、それでは最後。最後は、聖守護者の指輪ということで、これなんですけども、まあ今でもね、中にはつけてる人はいますよね。結構マニアックな指輪。まあ、作る難易度が高いっていうのもあるんですけども、そもそもこれ以外の指輪というのが結構強いんで、火力が上がる指輪とか、その辺があったりするんで、まあ、体勢をわざわざ一個つけるために、これをつけるのもなーっていう、そんな感じなんですよね。 同じ効果で30%を3つつければこんな感じに90%にできるんでこれとであとはこの宝珠の効果とかを合わせることによって宝珠と指輪だけで体勢1つを100%に盛れるっていうそういう貴重な指輪ではあるんですけどもまあただなんだろうなそこまでして体勢を揃える敵がいないっていうのがまず問題なのと さっきも言った通り入手の易度が結構高いっていうのとあとはこれをつけてしまうと他の強い指輪をつけられなくなっちゃうんでまあ正直ね指輪のライバルが多すぎるっていうこと、まあ、なのでこれをつけてる人というのは超マニアックですね例えば体勢を12個持った僧侶を作るとかそういう時なんかは聖守護者の指輪なんかはかなり重要で指輪とであとは体下だけで体勢3つ揃えたりできるわけですよどういうことかっていうと例えば じゃあこれが呪いガード混乱ガード眠りガード303030ってついてるとするじゃないですか一見するとそれだけだと何の効力も発揮しなさそうだけどただじゃあこれ体下の方にそれぞれその呪いとか眠りとかその辺が70%ついていたとしましょうよそうすると体下と指輪だけで体勢が3つ100%になるわけですね まあ、そう考えるとね、確かに体勢揃える分だったら、まあ、かなり貴重なんですが、まあ、何回も言う通り、わざわざそこまでして体勢を揃える必要があるのかっていうことで考えると、まあ、相当マニアックっすよね。めちゃめちゃ体勢の多い僧侶を作ったりとか、その他にも、なんだろうな、一部のね、ボスをマニアックな方法で倒すみたいな、そういうやり方以外では、まあ、作ることはないですよね。まあ、そんなこんなでね、 非常にちょっと影の薄いアクセサリーなんですが、まあ、かなりマニアックということで紹介させていただきましたということでいかがでしたでしょうか今回紹介したのはかなりマニアックなアクセサリーということで紹介しました他にもあれば是非ともコメント欄で教えてほしいんですけども皆さん今回紹介したのは無理して作らなくてもいいぞはいというわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします それでは皆さんまた会いましょう。さようなら。